いいね、八さん。やはりあの、タイヤ箱をかすめるように取るのか。ストップウォッチさえかすめるように取ると。難しすぎる。よし。そこそこかな。そこそこのタイムで終わる。これで合計3秒止める。ここで飛んでおくだろう。こいつをいいんで抜き去ってからの層1秒の方向はいいね。なかなか悪くないぞ。いけるいける、いけそうではある、いけそうではあるだけだな。本当にいけそうではあるだけだ。よし、いいぞ。あいつにぶつからなかったのでかい。あいつにぶつからなかったの非常にでかいぞ。ちょっときついか。減速しすぎ、減速しすぎかな。減速どうにもちょっとでかかった気がするが、ていうか今の俺スタートダッシュできたのかな。今スタートダッシュじゃない、ダッシュできたのか。なんか敵にぶつかりながらってイメージだったんだけど。よし、いいぞ。でここで減速、さらにここで、そういいぞ。なかなかいい、なかなかいい。よし、あーちょっと減速しすぎかな。いやでもあとはもう任せるだけ、頼む、来い来い、ゴー、来た来た、やったぜ。超嬉しい超嬉しい。もう見てくれよ、1番と2番のこの苦戦っぷり。名前さえつけるのもめんどくさいぐらいやったからな。いやーよかった、マジでよかった。結構嬉しいなぁ。しかも、割とプラチナと1秒ほど差をつけてゴールしたな。どこが決め手だったんだろう。今までとなんだ変わらない走りをしたんだけどなぁ。なんか、0コンマ2秒差なんだっけ ?17 秒30を出した時の走りと今の走りどう違うのかが全くわからんけど。よかった。よかった、よかった、本当に。ということでね。なんとか、因縁のあのね、地割れのハイウェイ5のプラチナを取ったところで、じゃあもう一つの、隠しコース行きますか。この黄色隠しダイヤコースなんですけれども、今この隠しダイヤコースによって後半に確かトリケラトプスに追いかけられる場面が あるんですけれども、まあ覚えてらっしゃる方もいると思うんですが、そこの途中において2番目のプテラノドンにわざと捕まることが隠し構成の鍵らしいです。もうさ、これゲーム中ノーヒントなんですよね。これあ、ほんとだ、わかるか、こんなんすごいな。ノーヒント、あ、来た、あ、ベイビーツワースくんじゃないか、これ。お、発見、探検、ベイビーティー。おー、ということはベイビーツワース会じゃないか、これ。来た、来たぞ。さあ、行くぞ、デッテュー。デッテューって言うんじゃない。どうすればいいんだ。とりあえずは、そうだな、また戻ってくるのがめんどくさいので、どうすならタイムアタックを兼ねましょう。うん、そうすることにしよう。ハコパフェとダイヤを兼ねよう。あれ、タイムアタックスタートしたのにリンゴが吹っ飛ばない。なぜ横スクロールだな。落ちたし落ちるんかい。スクーンでやってるからかもしれ、あ、くそやっぱこっちは早くね。どうなんだ、あ、落ちちゃった、落ちちゃった。雑だな、プレイが雑になってきている。落ち着いていこう、落ち着いていこう。でもさ、今思ったんだけど、箱なくね？箱がないような気がするんだけどな。箱が一つもないような気がする。あるのはリンゴだけだな。これもしかして普通にゴールするのがダイヤかな？箱はなくて普通にゴールすればダイヤがもらえるのかもしれないね。ならばまあ、そうだな。どうせならまあせっかくだからね、トロフィーも狙いたいところではあるが。よいしょ。よし、いいね。そい、いいね。いいぞいいぞ。オッケーオッケー。
なかなかいい感じ、なかなかいい。あー、やべ、ミスった。ここで、倒れてしまったか。よし、いいぞ。いいぞ。やはりスピードシューズがある分、クラッシュに分があるのかな、スピード、単純に速さでは。やっぱ、だ、やった。よし、来た。さあ、49秒、どうだ。ゴールドか。あ、ゴールドなのか、これで。いや、まあ、そりゃそうか。まず、ベイビーズアスクに乗らないことが重要なのかな。やはりさ、ちょっと、探検ベイビーズアスクだからさ、ちょっとさすがにここは乗ってあげないとかわいそうだから乗ってあげたが。やはりタイムアタックになるとこれ乗らない方が早いのかもしれないな。かわいそうだけど。どうなんだろうな。まあ、でもとりあえず一発で、なんとゴールド取れちゃったな。初めてじゃないか、一発でダイヤもゴールドも取れたっていうのは。まあ、箱パフェじゃないからな。事実ゴールイコールダイヤだから、最初からタイムアタックのね、トロフィー取れたっていう感じですが、こっちみんなと。さあ、これでとりあえずは、ダイヤ全部じゃない？うん、来た。あ、ダイヤ元から、いや違う、これで一応ダイヤは全部っていう感じになってるんだ。なるほど。プラス39。これでまあ、とりあえずブリオは召喚されるね。とりあえずブリオは召喚されるだろう。さあ、では、巨人作業員伝説。よし、これで15までは、いけるのか。とりあえず今、プラチナトロフィーは、18個も埋まってる。いいね。次のプラチナ俺どこだ？あれ？次のプラチナどこだっけ？ 16 埋まってるよね。16からか。呪いのピラミッド、呪いのピラミッド56秒。きついなぁ。俺確か今14、ジュアルのハイウェイを5をクリアして、アラビアのネタヤもクリアして、15番確か、そう、取れたんだよね。巨人作業員で。だから16からだ。さあ、じゃあここからはね、もう真のエンディングも見ておりますので、いよいよプラチナパートとなりますね。でもサファイアが1個あるよね。これあれだ、前回のあのココマリンステージだ。これちょっとゴールドにしておきたいんだが、どうしようか。じゃあここをなんとかプラチナを取ってからにするか、呪いのピラミッド。じゃあ今回のパートは、あとはちょっと短くなるのかもし、編集で短くなってしまうかもしれませんが、呪いのピラミッド、プラチナ取ろう。呪いのピラミッドをなんとかプラチナ取った後に、最後の隠しステージでなんとか、あれ、ゴールド取ろう、最低ゴールド取ろう、プラチナ取り、よくを言えばプラチナだ。あ、ミスった。ミスちゃった。ちょっと割るのが早すぎた。よし、ここの重要ポイントはなるべ、いかに、そう、ちょっと遅いかな。これちょっと遅いけど。よし、いいね。これ小ジャンプだろ？なるべく細かくジャンプ。そう、ここ、そうか、パリパリゴリラだったな、ここ。で、いいね、いいね、いいね、いいぞ、いいぞ、いいぞ。で、あの、槍部分は、あー、ちょっと早く、早く、早く。で、うん、これがいいと思うんだけどな、一番。よし、扉の上、ここだな。ここちょっと。あー、ダメか。ここか。あれどうすればいいんだ？ここの扉のそこそこ、そこそこ。あー、ダメか。これだ。下をスライディング。あー、どうすりゃいいんだ？で、3秒壊す。そう、これだ！いいね、いいね、これ、あ！乗っちゃった！乗っちゃった！あ、ダメ？いや。いや。逆手に取れ。諦めるな。ここまで来たらもう諦めるな。結構いける？案外いける。早く開いて、早く開いて、早く開いて、よーし。どうだ？ 1 分だよ。ダメか。そうだよな、56秒だもんな。ひどいな、こりゃ。あー、きっついな、これ。厳しいな、厳しすぎるよ、これ。もっと縮められるところがあるのかな。短縮できるところがもっとありそうなもんなんだよね。
いいぞ、悪くないぞ、非常に悪くないぞ、これはいいぞ、いいぞ。で、ここでバリバリゴリラになるだろ。いいね、いいね、いいね、いいね。で、ここでボーン止めて、で、来い、イエーイ、来たー、来たぜ。よかった。よかった、マジで。やはりあの、ゴールデンところにするときのあれがポイントだったね。あれをいかにすんなりスムーズに取るかがポイントだったわ。ああ、結構苦労したな。10回ほどはやり直したね、これ。ああ、オッケー。マジ嬉しい。これは嬉しいな。いや、しかし思った以上に苦戦したな。なんか、やはり舐めちゃいけなかったな、これな、こっちみんなと。さて、では、じゃあ、当初の予定通り、先ほど言った通り、なんだっけ、発見カリブの、なんだっけ、海賊だっけ、あれをね、とりあえずやろうかなと、あれだけサファイアだったのでね、あれやりたいなっていう気持ちはあるんですけど、どうしようかな、行くのもめんどくさいなっていうのもあるんですが、とりあえず俺はね、一つだけすごい、こう、なんていうの、実況中に絶対プラチナ取りたいっていうステージがあるんですよ。ちょっといいっすか？自分ちょっと、プラチナいいっすかね？ここなんですけど、恐怖ナイル川氾濫。ここがね、どうしてもね、リベンジしたくてね。結構ゴールド取れてる時は自分でいい感じなんじゃないかなと思ったけどね。なんか意外とダメみたいでね。意外と俺のチキンプリがかなり露呈した感じにね、なってしまったらしいんですよ。なのでちょっとこの、先にこのプラチナを取りたいなと、思いますよ。だからね、編集してて思ったんだけど、待たなくても案外いけるというのが、そう、結構ね、深いところまでいけるんで、今はもうだいぶミスってるけど、結構深いところまでいけるから、そう、だからこれも乗らずに、こういけちゃうみたいな。そう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 。で、こいつは普通に倒すでしょ？あ、これタイミングだな。ちょっと待って、タイミングを見よう。タイミングが悪すぎるな。タイミングを測ろう。そう、この虫で測ろう。じゃあ、この虫が2回目に左こういった時にはどうだ？あ、結構いいんじゃないの？あ、最初から引いてる。これはいいぞ。これはいいぞ。あ、いいんじゃないか。急に当たり？いきなり当たり？あ、いい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 。水が勝手に引いてくれる。これ楽。これ超楽。これ超楽。いいね、いいね、いいね。これだよ。あ、あ、いやいやいや、いけるいける。いそう。結構案外持ってくれるんだよ。フラッシュ君は案外、あ、いける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 。あ、これで、ところ取るじゃんか。ところ取って、あ、やべ！あー、これちょっときつかったか。もうちょっと早めだわ。ちょっと遅かった。だから、この虫が、一回こう行くじゃん。で、戻ってきて、じゃ、この虫が、真ん中ぐらい、になったら、ほら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 。いいんじゃない？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 そうか、まずタイミングを測ることから始めなきゃダメだ。そういうことだ。あ、いいっすね。これいいんじゃないか。これはだいぶ来てる。ここはして、ビッグシールドガンならやるだろ。で、これは？あー、待て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 。あれは上に2秒箱があるじゃんか。上に2秒箱があるけど、あの上の2秒箱を壊していたら、絶対反乱が来る。あの2秒箱をスルーするか。いや、二段ジャンプ、あ、いやいや、見た。考えてたら、反乱が。この2秒箱を鹿としよう。で、これで竜巻スピアダックで、あー、危ない危ない、ギリ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 。ギリギリだぞ。で、こう行きの、あー、まだまだこれいけるだろ、いけるだろ、いけるだろ、いけるだろ。いける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 。
あ、惜しい惜しい、もうちょっとなんだよ、もうちょっと、すげえもうちょっと、すげえもうちょっと、待て、いけるいける、タイミングをバッチリ測れば絶対これいけるわ。ピョーンって飛ぶじゃん、スピンだろ、絶対いける、絶対いける。で、小刻みにジャンプも忘れず、で、これも対空しとこう。あ、逆にこれじゃ遅いか、逆にこれじゃ遅いのかな、どうだろう。でもいい感じではね、どうせここで待つんだから、ある程度早かったらいい。で、これもちょっとスマートに壊せないかな。いや、でもこれが一番ベストであるとは思うんだけどね。で、あー、マカ、お前もうちょっとこれうまく壊せよ、もっとスマートに壊せよ。よしよし、オッケー、いいよ。さっきまで、そう、だいたいオッケーなの、これで。で、こっからだ。これいけないか、もうちょっとで。そう、いいんじゃないですか、いいんじゃないですか。で、1秒箱を3つ壊すだろ。これきついな。これこうか。あー、もうちょっと早めにいけたな、これ。もしたら右だ。で、この虫。この虫踏む。いいっすね。いいっすね。そう、パリポリ、パリ、パリポリ、パリポリゴリラ。パリパリゴリラが来る。パリパリゴリラが来る。で、水は上がってこない。水は上がってこない。小ジャンプを繰り返す。小ジャンプを小刻みに繰り返し、繰り返し、繰り返し、これあって、繰り返し、そう、まだまだ、まだまだ。パリパリゴリラちゃう、来ない。パリパリゴリラちゃう、来ないよ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 。で、穴も飛び越えの、2秒壊して、いいんじゃないの？いいんじゃないの？いいんじゃないんすか、これ。どや。どや。あのボロボログダグダだったゴールド取ろう。でもあれでもゴールド取れてるもんな。30秒縮めたぞ。やったー。超嬉しい。今回結構いい感じだな。どうした？これだこれだ。いや、これ本当に毎回思うけど、本当に気づかないよな。なんでノーヒントなんだろうね。何を考えてノーヒントにしてしまったんだろうか、本当に思うんだよね。ってことは、要するに問題なのはこのニトロだ。なんかこれ頑張れないのこれ。ね、頑張ってさ、いや、まあまあ、もうお試しですけど、こう頑張ってこう端っこからこういけないか、なんかこう裏技的な感じでやればいけそうな気もするけどね。なんか、うん、チートとか使えばいけそうな気がするけど。じゃあルート決めだな。ルート決めどうしようか。これをかなりスムーズにいける方法だな。ルートをまず決めるか。最初ルート決めよう。だからまずはタイムを気にせずルート。まずこれ多分割るだろう。で、ここ経由した方がいいのか？ 6 秒だもんな。多分ここ帰り道に使った方がいいかな。なるほど、帰り道用みたいな。うん。ってことはちょっと待って。まあ、いいや。これ普通に進むから。多分ここのタイム箱も壊しといた方がいいだろう。だから、一番右奥の、2秒箱、こう、そう、これ、これ。これは多分帰りに経由しよう。だから行きは普通にこの2秒箱を壊すだろ。で、その後、そう、これだ。これ壊して、そうそう、いい、完璧完璧完璧。で、これ壊すじゃんか。あー、壊せなかったな。あそこ2個壊しておきたかったんだよね。これいるか。あー、壊せないじゃん。どうせなら壊せよ。で、この2秒も壊しにして、そう。これをね、ノンストップで行きたい。これノンストップだよ。あ、むっつい。でも減速なんか知らんねえしな。やはりいかに時を止めるかが重要なんだよな。まあ、これはもうほんとチャレンジしまくりだな。頑張ろう。やはりちょっと、コースが悪いのかな。じゃあ一回ちょっと、俺コース考えるんで、ちょっと皆さんお付き合いください。この2秒壊すじゃんか。で、ちょっと壊しませんが、この3、2秒箱3つ壊して、多分これが一番いいと思うんだよね。で、この2秒箱2つを経由するだろう。で、多分これも取った方がいいんだよ。これも取っ
って、で、多分この2秒箱も2つ取った方がいいけど、ちょっと爆弾が邪魔だな。まあでもそれはもう運だろ。ここなんだよね、次。このボンバーマン下、やはりこれは、ちょっと減速してでも、こういった方がいいんだよな。で、普通に取った後に、こう、まあ、もうちょっと本番はもっとスムーズに、もっと早めにクイックターンしますが、2秒箱とニトロを壊すだろ。その後に、やはりタイム箱を回収しながら戻りたいよね。どう、こういくか。こ、あ、これいいね。で、これ2つ壊して、ここにもある。そうか。こう経由しながら、これも壊しつつも、これ取って左にずれるか。あ、これで一直線か。他に箱ないよな。うん。うんうん。オッケー、これだ。基本的に、右ま、半時計回りで行く感じか。右から進んで、右から帰るみたいな。そんな感じだよね。そうするか。で、重要なのがこれを3つちゃんと全部壊しきること。これができねえんだよ。これをなんとか安定するようになれれば、まあ、いけるんじゃないかなと思うけどね。どうだろうね。いいぞ。理由を2つ壊している。壊す、いいね、いいね。そう、ここまで、ここら辺は簡単なんだよ。ここら辺は簡単で、ボンバーマン自体は、まあ、あんまり減速使いたくないけど、減速をまあなんとなく使うことができればいいかな。うん、死ぬよりかはマシだし。あ、ちょっとこれ減速しすぎかな。ちょっとこれ減速しすぎだけど、ここだ、ここを安定しよう。あー、2秒も壊してないな。このニトロは、まあ、起爆はできたんだけど、ニトロの前の2秒も壊せないとやはりきついのか。いい感じで終わるんだけどね。ちょっと2秒2秒だろ。で、ここの2秒もいけている。いいね、なかなか壊す。で、オーボだ。で、2秒だろ。そう、あとは一直線で、どうだ。これでどうや、これでどうや。ダメか。ダメそう、ダメそうだな。どうだろう、22秒どうだ。ゴールドか。いやー、ダメか。これ、いや、10秒台だな。もうちょっと詰めれる。これもうちょっと詰めれると頑張ろう。いける。絶対いける。絶対いけるって。うん。ニトロ箱壊すまでの行きの、この、なんていうの、ルート決めは、多分ベストだと思うんだ。帰りだ。帰りがちょっと甘いのかもしれない。もうちょっと壊せる。効率よく壊せるルートというのがあるのかもしれないね。あれちょっと、うん、壊してなさすぎかも、最後の方。あと、ここだね。ここなんとか安定するようになればな。あ、でも結構そんな減速してないな。ここなんだよね。ここなんとか2秒壊せねえかな。オッケー、完璧、完璧すぎ、ワルタ。よし、あとは、あー、でもさっきととりあえず同じコース通ってみるか。とりあえず同じコースを通ってみよう。12秒だべ。12秒で、12秒が続きますよね。12秒が続いて、そのまま12秒。あー、あの2秒がいるのか。あの2秒を経由するか。どうだ、どうすか。さあ、20秒台。さっきより1秒ぐらい減らして、あー、ダメか。惜しいんだよ、惜しいと思うんだよな。多分帰りにちょっと、さっき左の方にボンバーマン地帯に2秒箱が1個あった。あれちょっと取るの難しいけど、頑張って取ろう。そうすれば多分いけるはずなんだ。頑張ろう、頑張ろう、頑張ろう、頑張ろう。ダメだ、心が折れてくる。ちょっと休憩が必要か。おっさんだから休憩が必要なのかもしんねえな。
辛いな、辛すぎる。でも俺なんかさっきからさ、辛いなしか言ってねえいやでも仕方ねえよ、話すことなくなるんだもん。これずっと同じとこばっかやってるしな。もうなんだ、でもまだ20分ぐらいだよ。まだ20分やり続けてるだけだよ。20分ぐらいで音を上げるんじゃねえよ。ここだな。ここちょっとやはり安定させるためにも。よし、オッケー、いいぞ。で、ここをジャンプ箱で取るでしょ？いいね。で、ここもジャンプ箱で取りますよね。で、ここを取るよね。で、この2秒箱を取った後、これだ！これを取る。もう取るとこないだろ。もう取るとこないんじゃない？どうだ？あー、でもこれで20か。ダメだ。さっきより遅い。ダメなんだ。やはりあの2秒箱壊すぐらいじゃダメだ。練り直し、コース練り直し。いや、行きは絶対あれで合ってんだって。これ？待って、これ取るか。普通に行くじゃんか。ちょっと待って、待って、待って、待って。待って、リスタートできるようにちょっとタイム取っとこう。で、まあ、バーンバーン、うわーっとやります。わーっとやりまして、ニトロをバーン壊します。で、壊してきて、ガー行って、戻ってきて、で、これを壊すじゃんか。最後にこれを壊した後に、ここ一直線行って、これを壊すか。これを3つ壊したら、もう多分6秒も止まってるんだから、あれ壊した瞬間がタイムなんだよ。だから、ここ経由か？いや、止まり草、いや、どうだろうな、いや。もう、改善の余地があるとしたらそこぐらいしかありえん。そこぐらいしか存在しない。やってみる価値はある。まあ、幸いにも安定してるようになっているから、頑張ればいける。頑張れば、ほんと頑張ればレベルだけどな。頑張ろう、頑張ろう。悪くないな。悪くないタイムだぞ。悪くないタイムではある。これが無駄か。これは絶対無駄じゃない。これは絶対無駄じゃないと信じたいところでも。よし、ここだな。よし、いいぞ。ここまで OK だぞ。ちょっといつもと比べると遅いけどね。それがたまにキスだな。なかなか成功しないからな。2秒割る。ここも2秒割るだろう。で、最後のこの、最後の2秒割った後にこの2秒割ってまっすぐ。どうだ。で、19秒26でゴール。どうすか。俺今ね、コロンビアになってる。俺今ヤルオの AA のね、正解した時のね、コロンビアのポーズをね、無意識に撮ってしまった。マジで嬉しい。やった。録画時間1時間ぐらいいっちゃった。合計ですけどね。編集したら20分くらいになったらショックだけどな。終わった。終わってないけど。このパートが終わった。タイム出てないんだな。結局何秒だったんだろう。プラチナが何秒だったのかわからないけど。まあでも19秒台ということは間違いないだろう。いやー、来た。疲れた。すいません。ちょっと編集で何分になってるかわからないんですけれどもね。
それとも俺の体力がこれ以上持つ気がしないので、ちょっとここら辺でね。おお、いい絵だな、ニトロの裏にゴールが。ということで、もうそろそろね、終わりも近づいてきてまいりましたけれども、いや嘘、全然終わりではないですけれども、プラチナ的には半分ぐらいなのでね、まあ、まだまだ続きますけれどもね、まあ、この先もお付き合いください。ではお疲れ様でした。こんなんすごいな、ノーヒット。あ、来た、あ、ベイビーツワスくんじゃないかこれ。お、発見探検ベイビーティー、おー、ということはベイビーツワス会じゃないかこれ。来た来たぞ、さあ行くぞ、デッテューデッテューって言うんじゃない、どうすればいいんだ。とりあえずはそうだな、また戻ってくるのがめんどくさいので、どうすならタイムアタックを兼ねましょう。うん、そうすることにしよう。箱パフェとダイヤを兼ねよう。あれ、タイムアタックスタートしたのにリンゴが吹っ飛ばない、なぜ。横スクロールだな。落ちたし。落ちるんかい。スクンでやってるからかもしれ、あっ、くそ。やっぱこっちは早くね、どうなんだ。あ、落ちちゃった落ちちゃった。うーん、雑だな、プレイが雑になってきてる。落ち着いていこう、落ち着いていこう。でもさ、今思ったんだけど、箱なくね？箱がないような気がするんだけどな。箱が一つもないような気がする。あるのはリンゴだけだな。これもしかして普通にゴールするのがダイヤかな？箱はなくて普通にゴールすればダイヤがもらえるのかもしれないね。ならばまあ、そうだな。どうせならまあせっかくだからね、トロフィーも狙いたいところではあるが、よいしょ。よし、いいね。そい、いいね。いいぞ、いいぞ。オッケー、オッケー。なかなかいい感じ、なかなかいい。あー、やべ、ミスった。ここで、倒れてしまったか。よし、いいぞ。いいぞ。やはりスピードシューズがある分、クラッシュに分があるのかな、単純に速さでは。やっぱ、だ、やった。よし、来た。さあ、49秒、どうだ？ゴールドか。ゴールドなのかこれで。いやまあそりゃそうか、まずベイビーツワスクに乗らないことが重要なのかな。やはりさ、ちょっと探検ベイビーツワスくんだからさ、ちょっとさすがにここは乗ってあげないとかわいそうだから乗ってあげたが、やはりタイムアタックになるとこれ乗らない方が早いのかもしれないな、かわいそうだけど、どうなんだろうな。まあでもとりあえず一発でなんとゴールド取れちゃったな。初めてじゃないか、一発でダイヤもゴールドも取れたっていうのは。まあ、箱パフェじゃないからな、事実ゴールイコールダイヤだから、最初からタイムアタックのね、トロフィー取れたっていう感じですが、こっちみんなと。さあ、これでとりあえずは、ダイヤ全部じゃない？うん、来た。あ、ダイヤ元から、いや違う、これで一応ダイヤは全部っていう感じになってるんだ。なるほど。プラス39。これでまあ、とりあえずブリオは召喚されるね。とりあえずブリオは召喚されるだろう。さあ、では。ダメだ、心が折れてくる。ちょっと休憩が必要か？おっさんだから休憩が必要なのかもしれないな。辛いな、辛すぎる。でも俺なんかさっきからさ、辛いなしか言ってねえ。いやでも仕方ねえよ、話すことなくなるんだもんこれ。ずーっと同じとこばっかやってるしな、もうなんだ。でもまだ20分ぐらいだよ、まだ20分やり続けてるだけだよ。20分ぐらいで値を上げるんじゃねえよ。ここだな、ここちょっとやはり安定させるためにも。よし、オッケー、いいぞ。でここをジャンプ箱で取るでしょ、いいね。でここもジャンプ箱で取りますよね。
で、ここを取るよね。で、この2秒箱を取った後、これだ。これを取る。もう取るとこないだろ。もう取るとこないんじゃない？どうだ？あーでもこれで20か。ダメだ。さっきより遅い。ダメなんだ。やはりあの2秒箱壊すぐらいじゃダメだ。練り直し、コース練り直し。いや、行きは絶対あれだ。合ってんだって。これ？待って、これ取るか。普通に行くじゃんか。ちょっと待って、待って、待って、待って。待って、リスタートできるようにちょっとタイム取っとこう。で、まあ、バーン、バーン、うわーっとやります。わーっとやりまして、ニトロをバーン、壊します。で、壊してきて、ガー行って、戻ってきて、で、これを壊すじゃんか。最後にこれを壊した後に、ここ一直線行って、これを壊すか。これを3つ壊したら、もう多分6秒も止まってるんだから、あれ壊した瞬間がタイムなんだよ。だから、ここ経由か？いや、止まり草。いや、どうだろうなぁ。いや、嘘。これで合計3秒止める。ここで飛んでおくだろう。こいつをいいんで抜き去ってからの層1秒箱を壊す。いいね。なかなか悪くないぞ。いけるいける。いけそうではある。いけそうではあるだけだな。本当にいけそうではあるだけだ。よし、いいぞ。あいつにぶつからなかったのでかい。あいつにぶつからなかったの非常にでかいぞ。ちょっときついか。減速しすぎ？減速しすぎかな。減速どうにもちょっとでかかった気がするが。ていうか今の俺スタートダッシュできたのかな。今スタートダッシュじゃない、ダッシュできたのか。なんか敵にぶつかりながらってイメージだったんだけど。よし、いいぞ。でここで減速、さらにここで。そう、いいぞ。なかなかいい、なかなかいい。よし、あーちょっと減速しすぎかな。いやでもあとはもう任せるだけ。頼む、来い来い。ゴー、来た来た、やったぜ。超嬉しい。超嬉しい。もう見てくれよ、1番と2番のこの苦戦っぷり。名前さえつけるのもめんどくさいぐらいやったからな。いやーよかった、マジでよかった。結構嬉しいな。しかも割とプラチナと1秒ほど差をつけてゴールしたな。どこが決め手だったんだろう。今までとなんだ変わらない走りをしたんだけどな。なんか 0.2 秒差なんだっけ、17秒30を出した時の走りと今の走りどう違うのかが全くわからんけど、よかった。よかったよかった、本当に。ということでね、なんとか因縁のあのね、地割れのハイウェイ5のプラチナを取ったところで、じゃあもう一つの、隠しコース行きますか。この黄色隠しダイヤコースなんですけれども、今この隠しダイヤコースによって後半に確かトリケラトプスに追いかけられる場面が あるんですけれども、まあ覚えてる、覚えてらっしゃる方もいると思うんですが、そこの途中において2番目のプテラノドンにわざと捕まることが隠しコースへの鍵らしいです。もうさ、これゲーム中ノーヒントなんですよね。これWe'll be right back.
いいぞ、悪くないぞ、非常に悪くないぞ、これはいいぞいいぞ。でここでバリバリゴリラになるだろう。いいね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 。でここでボーン止めて、で来い、イエーイ、来たー、来たぜよかったよかった、マジで。やはりあのゴールデンところにするときのあれがポイントだったね。あれをいかにすんなりスムーズに取るかがポイントだったわ。ああ、結構苦労したな。10回ほどはやり直したね、これ。ああ、オッケー。マジ嬉しい。これは嬉しいな。いや、しかし思った以上に苦戦したな。なんか、やはり舐めちゃいけなかったな、これな。こっちみんなと。さて、では、じゃあ、当初の予定通り、先ほど言った通り、なんだっけ、発見カリブの、なんだっけ、海賊だっけ、あれをね、とりあえずやろうかなと。あれだけサファイアだったのでね、あれやりたいなっていう気持ちはあるんですけど、どうしようかな、行くのもめんどくさいなっていうのもあるんですが、とりあえず俺はね、一つだけすごい、こう、なんていうの、実況中に絶対プラチナ取りたいっていうステージがあるんですよ。ちょっといいっすか、自分ちょっと、プラチナいいっすかね。ここなんですけど、恐怖ナイル川氾濫、ここがね、どうしてもねリベンジしたくてね。結構ゴールド取れてる時は自分でいい感じなんじゃないかなと思ったけどね、なんか意外とダメみたいでね意外と俺のチキンプリがかなり露呈した感じにねなってしまったらしいんですよ。なのでちょっとこの先にこのプラチナを取りたいなと思いますよ。だからね、編集してて思ったんだけど、待たなくても案外いけるというのが、なあしか言ってねえいやでも仕方ねえよ、話すことなくなるんだもん。ずーっと同じとこばっかやってるしな。もうなんだ、でもまだ20分ぐらいだよ、まだ20分やり続けてるだけだよ。20分ぐらいで値を上げるんじゃねえよ。ここだな、ここちょっとやはり安定させるためにも、よし、オッケー、いいぞ。でここをジャンプ箱で取るでしょ、いいね。でここもジャンプ箱で取りますよね。でここを取るよね。でこの2秒箱を取った後、これだ、これを取る。もう取るとこないだろ、もう取るとこないんじゃない、どうだ。あーでもこれで20か、ダメだ、さっきより遅い、ダメなんだ。やはりあの2秒箱壊すぐらいじゃダメだ。練り直し、コース練り直し、いや行きは絶対あれだ、合ってんだって。これ待って、これ取るか、普通に行くじゃんか。ちょっと待って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 、待って、リスタートできるようにちょっとタイム取っとこう。で、まあ、バーンバーン、うわーっとやります。わーっとやりまして、ニトロをバーン壊します。で、壊してきて、ガー行って戻ってきて、で、これを壊すじゃんか。最後にこれを壊した後に、ここ一直線行って、これを壊すか。これを3つ壊したら、もう多分6秒も止まってるんだから、あれ壊した瞬間がタイムなんだよ。だから、ここ経由か？いや、止まり草、いや、どうだろうなぁ、いや。もう、改善の余地があるとしたらそこぐらいしかありえん。そこぐらいしか存在しない。やってみる価値はある。まあ、幸いにも安定してるようになっているから、頑張ればいける。頑張れば、ほんと頑張ればレベルだけどな。頑張ろう、頑張ろう。
悪くないな、悪くないタイムだぞ。悪くないタイムではある。これが無駄か。これは絶対無駄じゃない。これは絶対無駄じゃないと信じたいところでも、そんな感じだよね。そうするか。で、重要なのがこれを3つちゃんと全部壊しきること。これができねえんだよ。これをなんとか安定するようになれればまあいけるんじゃないかなと思うけどね。どうだろうね。いいぞ。理由を2つ壊している。壊す、いいね、いいね、そう。ここまで、ここら辺は簡単なんだよ。ここら辺は簡単で、ボンバーマン自体はまああんまり原則使いたくないけど、原則をまあなんとなく使うことができればいいかな。うん、死ぬよりかはマシだし。あ、ちょっとこれ原則しすぎかな。ちょっとこれ原則しすぎだけど、ここだ、ここを安定しよう。あー、2秒も壊してないな。このニトロは、まあ、起爆はできたんだけど、ニトロの前の2秒箱壊せないとやはりきついのか。いい感じではあるんだけどね。ちょっと2秒2秒だろ。で、ここの2秒もいけている。いいね、なかなか壊す。で、オーブだで、2秒だろ。そう、あとは一直線で、どうだ。これでどうや、これでどうや。ダメかダメそう、ダメそうだな。どうだろう、22秒どうだ。ゴールドか。いやー、ダメか。これ、いや、10秒台だな。もうちょっと詰めれる。これもうちょっと詰めれるぞ。頑張ろう。いける。絶対いける。絶対いけるって。うん。ニトロ箱壊すまでの行きの、この、なんつうの、ルート決めは、多分ベストだと思うんだ。帰りだ。帰りがちょっと甘いのかもしれない。もうちょっと壊せる。効率よく壊せるルートというのがあるのかもしれないね。あれちょっと、うん、壊してなさすぎかも、最後の方。あと、ここだね。ここなんとか安定するようになればな。あ、でも結構そんな減速してないな。ここなんだよね。ここなんとか2秒壊せねえかな。オッケー、完璧、完璧すぎ、ワルタ。よし、あとは、あー、でもさっきととりあえず同じコース通ってみるか。とりあえず同じコースを通ってみよう。12秒だね。12秒が続きますよね。12秒が続いて、そのまま12秒、あの2秒がいるのか。あの2秒を経由するか。どうだ、どうすか。さあ20秒台、さっきより1秒ぐらい減らして。あー、ダメか。惜しいんだよ、惜しいと思うんだよな。多分帰りにちょっとさっき左の方に行くか。いい感じではあるんだけどね。2秒2秒だろ。で、ここの2秒もいけている。いいね、なかなか壊す。で、オーブだで、2秒だろ。そう、あとは一直線で、どうだ。これでどうや、これでどうや。ダメかダメそう、ダメそうだな。どうだろう、22秒どうだ。ゴールドか。いやー、ダメか。これ、いや、10秒台だな。もうちょっと詰めれる。これもうちょっと詰めれるぞ。頑張ろう。いける。絶対いける。絶対いけるって。うん。ニトロ箱壊すまでの行きの、この、なんつうの、ルート決めは、多分ベストだと思うんだ。帰りだ。帰りがちょっと甘いのかもしれない。もうちょっと壊せる、効率よく壊せるルートというのがあるのかもしれないね。あれちょっと、うん、壊してなさすぎかも、最後の方。あと、ここだね。ここなんとか安定するようになればな。あ、でも結構そんな減速してないな。ここなんだよね。ここなんとか2秒壊せねえかな。オッケー、完璧、完璧すぎ、ワルタ。よし、あとは、あー、でもさっきととりあえず同じコース通ってみるか。とりあえず同じコースを通ってみよう。12秒だろ。12秒が続きますよね。12秒が続いて、そのまま12秒、あの2秒がいるのか。あの2秒を経由するか。どうだ、どうすか。さあ20秒台、さっきより1秒ぐらい減らして。あー、ダメか。惜しいんだよ、惜しいと思うんだよな。
多分帰りにちょっとさっき左の方にボンバーマン地帯に2秒箱が1個あった。あれちょっと取るの難しいけど頑張って取ろう。そうすれば多分いけるはずなんだ。頑張ろう頑張ろう頑張ろう。ダメだ、心が折れてくる。ちょっと休憩が必要か。おっさんだから休憩が必要なのかもしれないな。辛いな、辛すぎる。でも俺なんかさっきからさ、辛い。